やっぱり東京開催だからこそ金メダルをやっぱり期待されてると思うので、そこでしっかり皆さんの期待に応えれるようにしっかり準備をして戦いに挑めればいいなと思っているので頑張りたいと思います。子どもたちにこう自分たちもそういう選手になりたい、同じマウンドに立ちたい、同じグラウンドに立ちたいと思ってもらえるようなやっぱ試合をしていけるようにやっぱり戦っていきたいなと思いますし、ソフトボールやっててよかったな、ソフトボール楽しいなって毎日感じながら子どもたち毎日ボールを打ってほしいなと思います。